失礼しました。最後にね、床が全部マンコの世界さん、これ何なんだろう。床が全部マンコの世界、布団ちゃんがわざと詩を作ってミリオンヒット狙いたいに上げる感します。陰陽戦記枠ガンダムさん、布団ちゃん茎わかめ派ですか、茎めかぐ派ですか、それとも細くて裂いてフロス代わりにする派ですか。何言ってるか分かんないですけどね、僕は茎わかめ派ですね。どっちかっていうと、どっちかって言ったらば茎わかめの方が好きですね。アーさん、布団ちゃん、僕たちを楽しませてくれてありがとう。体に気をつけて長時間配信頑張ってください。分かってると思うけど、ちゃんと人間ドック行ってね。800円返します。シミだらけの抱き枕さん、布団ちゃんが怪しいくらいに絶賛していたうまいタレを購入しました。衝撃に使ったがめちゃくちゃうまかったです。あまり料理しない人にもこれ一本で OK なくらい万能ですねっていう風に言ってるんだけど、このシミだらけの抱き枕さんみたいな、なんかちょっと半分片足病気に突っ込んでるような人が怪しいぐらい絶賛って言うんですよ。だって俺ここで視聴者に教えてもらって、それで買ったやつじゃないですか。なんでそれで怪しいって言うんですかね。意味がわからない、気持ち悪いと思います、こういう人が。おまんじゅうあや改め中山くんに君、まっちゃん配信楽しいぞ、建設の次はロジクールのハンコン利用したゲームをやってくれたら嬉しいぞ、にやける感謝します。賭博王パチプライザーさん、布団ちゃん辛いです、パチンコで1日14万使って通常2回で負けました。なので布団ちゃんに僕の不運をあげます。申し訳ないので H9 の彼女に告白する前に友達に何々されたっていう本をおすすめしておきます。ありがとうございます、感謝します。にやける感謝します、感謝します。ツナさん、マサオのおかげで料理が好きになった、特にヒーリングトマトパスタが美味しすぎて10回以上作ってる、うまいタレも使い切った、魚をさばけるように練習中です。お前もビルダーの楽しさが分かったってことか。それがものづくりだ。サチガミツキモフさん、監禁入院身体拘束されネット環境厳しく今寝カフェ、隣のレイパーのザリ言が裏で世界モサドの仕業らしい。ちょっと何言ってるか分かんないです、感謝します。お久しぶりです、さじがみつきもさん、平常運転で安心しました。ショーポンテ強制さん、アスカの匂わせ、キジマツチャンネルとキジマジンの食卓どっちにする、あ、生態についてのお講釈はお口にジップで、何言ってるか分かんないです、感謝します。ちょっと枠が切れるかもしれないんで YouTube は見ないにします。風俗で体売ってる女は汚い豚さん、おい抹茶、いくらなんでもそれ言い過ぎだよ、風俗やってる女の子だって一生懸命生きてんだ、豚にさんつければ丸くなるとかそういう次元の発言じゃねえって、それちょにやける感じます。サポーテッドバイアムエイさん、抹茶王の好きな冷凍食品教えて。ね、最近食べてないんだけど、やっぱね、さ、紫色の風のさ唐揚げあるじゃん、特からあれはやっぱうまいっすよね。あとはおにぎり、冷凍おにぎり、6個入りのあれ、朝とか忙しい時よくない、そのまま、しかもさ周りのさ、おにぎりが入っているケースがそのまま冷蔵庫、電子レンジに入れてもさ、いいってやつだから、なんかゴミもそんな出ないし、そのまま食べれるし、これそれ好きっすね。はい、サンキュー。放尿院暴行堂さん、布団ちゃん、中央大学の校歌のイントロがめっちゃドラクエだからマジで聞いてみるくらい、ちょっと読める感じます。松本正樹さん、メッセージが削除されました、なんでかわかりません、あれなんでかわかりませんが、それではね、私今日はねちょっとね、ちょっとネムネムなんでね、今日はちょっとこのぐらいにして、皆さん明日、はい、またなんかね、他のゲームしたり、まあ、なんかちょっとね、お話ししたり、またやりたいなと思います。はい。皆さんも何か、素敵な今日夢が見れることを楽しみにしてます。進撃の巨人のウォチパはまた次回。最近ね、多分自律神経がぐっちゃぐちゃになってる気がします。いつ寝るんだ俺はと、どこで何をするんだ、おかげさまで本当に5時頃寝る体になっちゃいました。はい、またどこかでお会いしましょう。おやすみなさい。